これも修行なんてね。空いちゃった。早く帰ろうっと。なんだかずっと夢の中にいるみたい。バカンスか。初めてのことばかりだったな。楽しかったな。なんだか元気になっちゃった。あ、そっか。私きっと修行で無理してたんだね。オーナーさん、ありがとう。でもね、竜様の名前で私を騙すのはもうダメよ。ね。楽しかったな。帰ったら
里のみんなに自慢しなきゃ。今回の判定は？